はい、どうも皆さん、こんにちは。自転車会指定です。いや、実況久しぶりだな。記憶少女のジエンド、今回パート18かやっていきたいと思います。で、まあ前回結構3パート4パートぐらい一気に取りためてたんで、すごい今久しぶりで、なんだろうな、まあ怖いの半分、楽しみなの半分、緊張は半分みたいな もうその時点でなんか半分が3つある時点でおかしいんだけど、そんな感じの心境で今からやっていきたいと思います。で、先輩。ああ、そうだそうだそうだ、なんか損だ、損だ損だ。こんな感じのポップな音楽でアミちゃんを探しに行くみたいな感じだったな。行動目標7。なんで1から4がないんだろう。まあ、とりあえず出ろと。よし。ん？どうした？外から気配がする。ドアスコープって何？あー、あれか、なんかちっこいあれか。内側からノックしてどうすんの？ドアスコープを覗くか。何これ？ん？よくわかんないな。発光体と思しきものの目が見える。発光体こんな目してたんだ。じゃあ鍵閉めよっか。いや、ノック仕返してみる。はい。まあ、久しぶりってことで、ここは勘弁してください。ノックしたら開けられるのか。でも逆にあれだよね、ノックするまで開けないっていう発光体のその紳士的な態度も伺えるよね。じゃあ、まあ、鍵を閉めよう、もうここはシンプルに。で、電話するか。誰か助けてって。あ、どっかに隠れるか。あ、ここあれじゃない？隠れられるんじゃない？あ、はい、すいません。窓から出るとか。冷蔵庫に隠れる。透視するな。ここに隠れるか。鍵をかけれない。多分ドア開けたら普通に捕まっちゃうよね。なんかアイテムあったっけ？そういや、俺、アキラの帽子みたいな。これ関係ないか。アキラの形見ね。了解。どうしよう。とりあえず2分時間があるんで、徹底的に調べてみるか。で、調べてみて、なんだろう。何も進展なかったら、お、なんかある。文鎮、ハサミ、スパナ。こっちは一緒か。文鎮は使いようないよな。文鎮でぶん殴るか。ハサミ、スパナってなんだっけ。スパナって何？なんかあの、工業的ななんかあれだよね。ちょっと待って。鍵を開けない。スコップを覗く。スパナをなんかどっかで使うのか。はい。使われてない。これがさ、すごい怪しいと思うんだよな。あ、なにこれ。椅子を玄関の扉前まで移動させる。窓の前にしよう。で、こっから脱出だ。違う。あ、立つ。カーテンを取る。窓を開けるでしょ。もう脱出しようぜ。死んだ？いやー、今回、初っ端から面白いな。いろいろちょっと、頭使うな。何が一番いい方法なんだろう。とりあえず、窓の向こう側が崖っていうことは分かった。で、扉には、スパナ、ハサミ、なんだっけ、文鎮。で、こっちからどんどんされるんでしょ？で、カーテン、あ、この椅子をなんかどうにかするっていう選択肢があって、ちょっといろいろ試してみるか。もう実践だな、実践に限る。外から気配がする。で、まあ、とりあえず鍵を閉める。ここまでは多分合ってるな。で、この椅子をなんちゃらかんちゃらするか。じゃあ、扉前まで移動させるか。で、そのままにして、あ、ダメだ、やっぱり。じゃあ、わかった、カーテン取って、カーテンに隠れんじゃん。ここまで多分合ってる。じゃあ、カーテンを取る。カーテンを手に入れた。で、どうする？なんか、ここになんかある？違うな。スコープを覗く。
待って難しくないこれ。あ、でそうだ、これ何だ。じゃあハサミ、スパナってなんだよ。ハサミ、もうなんか全部取るわ。ハサミもう一個。あ、あ、オッケー、はい。どうしようどうしよう、わからん。違うな。ドアスコープのゾック、ちょっと待って難しいぞ。あ、わかった。カーテンを取って、で、あ、違う、間違えた間違えた間違えた。なんかカーテンを伝って降りんじゃない、窓から。あ、俺絶対そうだと思う。じゃあハサミじゃなくて文鎮な気がしてきた。文鎮、あ、てか全部全部持てるんじゃん。じゃあ全部持ってくわ。で、何もしないで立って、窓を開けるだもんね。様子を見る。発光体はいない。窓を開ける。でも脱出したら死んじゃうでしょ。え、あ、待って、アイテム、カーテン使える。はい、ほらほら、脱出ロープ、そうそう、うん、立つ。頑張れ頑張れ。あと、ちょっと遅い。早く切れ、お前。早く切れって。早く。オッケー。手に入れたら早く乗って、乗って、立って、見て、脱出、つけて、オッケー。早く、お前、そんなパンツとかどうでもいいからさっさと降りろや。降りたか？うん。いや、すごいギリギリだったな、今。なかなかちょっとこれ、いや、面白っ。なかなかちょっと面白い。何、ま、え？ああ、そういうことか。文鎮落としたか。じゃあ、ハサミか。了解。うわー、せっかくなんかかっこいい感じで逃げれたと思ったのに。うん。ほい。いや、割と早くこれ脱出できた方じゃないかな。結構、思惑通りいってる。で、ここで、ハサミを、引き出しに戻す。んで、間違えた。移動させて、そのままにしといて立って、窓開けて、様子を見る。一応様子を見つつ、窓開けて脱出する。うん、よし、じゃあ俺が先に行くか。もう出た、このパンツの下り、悪い、気をつけろよ。で、今回は何も持ってないから大丈夫だ。よし、じゃあ行くか。気をつけてね。ああ、うん、やったー、出れた。8分50秒もかかっちゃったけど、ふう、怪我はないか。負け。さっきのやつがこっちまで追いかけてくるかもしれない。早くアミの元へ向かおう。ちょっと待って。感知、あー、え、アミのいる方向をアイムが感知することができる。あれだな、前回アキラからもらった能力だな。画面端で白く点滅した方向が感知した方向となります。はい。あ、使用制限があるんだ。とりあえず一回セーブしとくか。そうだよな。まあ、普通に考えて闇雲に歩いてもいけないし、最初の分かれ道か。これ発光体はでもこっちいないっつってたもんね。じゃあ、ここ、いや、いいんじゃない？中心で使う。上か。了解了解。そういうのありか。あいつ何やってたの、発光で。物思いにふけってる発光体か。ちょっと気をつけていかないとな。まあ、でもあいつは多分物、あ、違うわ、物思いにふけてないわ別に。じゃあとりあえずガツガツ上行こう。もうね、いや俺あんなさ、シフトキー能力とか使わなくても持ってるん。そういうね、まあ、発光体は感知できないけど、いや俺はもうアミちゃん好きすぎるから、アミちゃんがどこにいるかもう俺のこの第六感が教えてくれるんで、シフトキーなんて小細工は使わないでいくぞ。シフトキー、あー怖い。でもあっちはいけないんだな多分。そうだな、
長いやつこっち見てる。どうしよう、ほら上だ。いやでもこれ危なし。え、なんかあいつ面白い動き方するな。1,2,3ピョンピョンピョン、オッケー。でこれ上だな。え、ちょっと待って、怖いから。おいおいおい、オッケー。俺ねこれ右だと思う。ピョンピョンピョン、ちょっと待って怖いな。おい、慎重に行こう、慎重に。あ、これ間違ってる、絶対間違ってる。やっぱり、でもマジでさ、さっきちょっと、茶番というか冗談で言ったけど、マジでシフトキー使わなくてもこれいけんじゃないかな。ちょっと一応こっち行ってみる。俺これだって無理ゲーでしょ？だからこっちに行くんだよ、絶対。おい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 。一応使ってみるか。あ、よかった、使っといて。とりあえず違うメモリにセーブしていこう。積んだらやだしな。オッケーオッケー。あ、そうだ、こう回っていくんだ。さっきのやつをうかつにあっちから行っちゃうと積むパターンだな。ちょっと待ってよ、こっちから行った方がいいな。よしよし。あれ、俺これなんか間違ってる気してきた。あれ、ま、あいつどう動く？何見てんのあいつ。え、絶対あいつフェイクだわ。絶対フェイク。ずっとあっちをぼーっと見てると見せかけて。あれ、俺今何回使った、あれ。俺これ絶対こ間違ってんな。やべえ、どうしよう、わかんねえ。危な。え、じゃあ普通にもっと上行くか。ほい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 、もっと上行く。エグジット出口か。俺でもこっちだと思うんだよな。待って、エグジット。ああ、行けたわ。いや、あれエグジット行ってたらどうなんだろう、気になるな。なんか崖とかかな。まあいいや。この動画サクサクプレイを目標としておりますので、そういったね、まあ無駄なチャレンジはしないことにしよう。とりあえずセーブだ。で、アミちゃん探しに行くんでしょ。つうかアミちゃんさ、前回かな、アミちゃん死んだけど、俺絶対死んでないと思う。俺がこんなに愛してやまないアミちゃんがそんなに、ね、すぐ死ぬわけない。ああ、え、帰れないの。あ、もうこれ行かなきゃダメ系か。ああ、いや、どうしたのじゃねえだろお前。見えてねえのかよこれ。どんだけ歩夢の背中ばっか見てんの。前になんかあるの。いや、お前大事な親友が。ああ、そうだな、ずっと俺の背中を見とけ。俺の背中がかっこいいからだよ。あ、ちょっと気づいたけ。ああ、ちょっと見えんな、見えんな、見えんな、お前分かった上でその礼節はすげえな。分かった。今貫通しなかった、マキのこと。歩む、あー、うん。いや、俺でも絶対死んでないと思うな、まだ。あ、ここでマキちゃんがなんか治癒能力的なものをなんか発揮すんじゃない。え、マジで死んでんのかな。あ、見たかったね。いや、いっぱい撃たれてたな。あんだけ撃たれても生き延びてた生命力はすごいけど、顔だけは。ほうほう、よかったよかった。私の親友の可愛い顔、思い出の詰まった大好きな顔は、うん、そのまま残ってたと。
私をからかう時のにやけ顔。ああ、宿題できてない時の困った顔。困ってへへみたいな顔してたけどね。たまに見せてくれる優しい顔。寝てる時の無垢な顔。悲しいことがあった時の泣き顔。みんな、私は覚えてる。あみ、もう見れないの？あの笑顔は、優しい顔は、困った顔は、大好きな顔はもう見れないの？やだ、やだよ。こんなに突然死んじゃうなんて早すぎる。まだこれからいっぱい楽しいことがあるのに。誰？いや、はじめだ、はじめ。あ、でもここであれだよ。はじめに復讐心を燃やしちゃダメだよ。そうすると、マキちゃんもはじめみたいになっちゃうから。うわ、いや、影宮さんとか、さん付けしなくていいよ、こいつ。ただのはじめだから。もっと早く歩けよ。え、あ、銃持ってんの？その銃下ろしてくださいよ。下ろせっつってんだろ。いひひ。めて殺して。うふふふ。なんか嫌な音楽になってきたな。もう影見始めそうだよ。ただの始めだから、こいつ。あんたが殺したんだな。いや、それはバレるわ、銃持ってんだから。この顔ね、この顔腹立つわ、ほんと。なんちゅう顔してんの、こいつ。え、今撃ったのは誰に撃った？うん、セーブ、セーブ。じゃ、とりあえず6にせよ。あ、アキラとの思い出が今また一つ消えちゃった。弾が切れてか、新しいの入れないとな。うん、許せない。今のうちに、やから。あ、撃たれた。いや、こいつリロード早いな。もっと、あ、まあ警察だからそれそうか。でも警察が持ってんのってさ、あれでしょ？拳銃、なんつうのかな。護身用っつうか。まあ、いっか。逃げろってこと？いや、俺でも、うわ、アミの顔撃たれてる。こいつ、いや、許せないけど、そう、俺さっき自分で言ってたもんね。ここで復讐。早く逃げろって。え、マジか、俺、嫌だわ。え、アミちゃんどうにかしたいな。一回じゃあ逃げて、また戻ってこよっか。許せないけど、ここは逃げる。あばよ、はじめ。いくらお前が遠距離の武器を持っていようと、こっちは。お前は外に出ろ。歩は？うん。俺、あいつをどうにかする。おい、男らしいな。あの人は銃を持ってるんだよ。それでも俺はあいつが許せない。ダメだって、歩、そこで復讐心に駆られたら。いや、マキちゃん、すごい冷静だな。正しく言ってるわ。それはできない。あいつはアミを殺しただけじゃない。ああ、まあまあ、そうだな。現にさっき2回殺されたしな。このまま何もせず逃げたとしても、俺、すぐに追いつかれてしまう。俺たちは殺される。こっちも殺す気でいかないとダメなんだ。もう甘い考えなんて持ってちゃいけないんだ。え、大丈夫だって、逃げれるって、あいつ。遅いし。と言いつつ逃げる。あ、何あいつ、ダセ。あいつ引っかかってんの？ダセえな。あ、ほら、え、おや？ どうしろっつうんだよ。ああ、時間か。まあ、キリもいいんで、じゃあ今回はここで一旦終わりにしたいと思います。次回、はじめとの対決からスタートしていきたいと思いますんで、よろしければ見てください。ご視聴ありがとうございました。さよなら。